歴史街道チャンネルへようこそ。案内人の西野です。今回は大阪府河南町の上河内という集落を訪ねます。集落は古い町並みといって差し支えない味のある古民家が丘陵地に並んでいました。どの家もまだ住まわれているので、カメラを向けるのもちょっと抵抗がある。なるべくプライバシーを侵害しない程度に町並みをゲットしたい。丘の上には不幸にも廃墟となった古民家が一軒、草木にうずもれながら時代を見つめてきたのだろう。
町の人に聞いたところ、かつての庄屋だった建物が残っているとのことである。坂を降りていくと、それらしき建物はすぐわかりました。この庄屋屋敷の周囲を回ってみます。するとすぐ裏にも分家の建物だろうか、二棟のお屋敷が並んでいる。おそらく一番前の家が敷地が高いので、ここが本家で、低い敷地にあるのが分家なのだろう。石垣の上に長塀を回した時代劇に出てきそうな建物だ。勇気を振るってこの庄屋屋敷を訪ねてみることにしました。門をくぐり訪ねてみると、シニアの男性が応対してくれました。断られるのは覚悟で、建物の撮影をお願いしたところ、快く許可をいただいた。上がってもいいですか？はい。はい。この歴史街道を見ていただいたところ、興味を示してくれました。
建物のことを聞くと、家主ではなく借りてレストランをされているそうだ。完全予約制なので、食事はできなかったが、吉兆出身のシェフが食事を提供しているという。三棟のお屋敷のうち、一番上と一番下の建物を借りているそうで、自ら案内いただきました。ねえ、ずいぶんあれですよね。年季入ってね、ちょっとね、修理する。維持が大変ですね、これね。維持ですね。このお2階もレストランに使ってるんですか？は空き家ですね。あ、これ空き家ですか？はい、ああ空き家というか何もしてないです、ね。ああ、これ使うといいですね、これね。これ雰囲気あるんですよ。まあ中やっちゃ一緒ですね。中が大変なんですよ。ああ。ちょっとね、朽ちてる部分がいっぱいあって。あの窓ガラスも随分凝ってますね。ねえ、割れてるんですよね、ちょっと。割れてるんですか？ん？こっちから行けるんですか？はいはい。最後までご覧いただき、感謝申し上げます。